さっきの4番って本当にひどかったんだよ。占い対抗、偽占いから黒を打たれてもその占いつるって言わないんだよ。グレーつるって言い続けんだよ。そういう人を見て、結果見て、反省会で真の占いがなんで白先の4番つったのって。いや、212場面でグレーから行く人は人外なんですよ。正確に言うと、非常識な行動をとってるから人外のように見える人なんですよ。常識を持ってない人なんですよ。常識がない人は人外に見えるんです。だからするんですよ。4号ロロの可能性があったから6を残すんですよ。発言精査しても村に見えないんですよ、あれじゃ。狂人は人狼に見えるんですよ。だから4番から行くしかなくなるんですよ。そうだね。ルールは時止めを気をつけた方がいいですよ。暴言に関しては、なんか、あれやら、あるらしいですよ。ルールに関しては時止めは気をつけましょうって2回でなんかなるらしいですよ。あ、俺に関しては別にスライドとかはしないので一切。212盤面でグレーから行くとか、もうそれは芯を切るし。それは芯を切られて当然なんですよ。4番の人も、だから言うことを聞きな朝さがいって言っ来てまるんですしよ。た。212盤面でグレーに行く人は非常識な人だから釣昨られ夜ては当誰然もなんです知よ。りませんでし占た。いが騎士なんですよ、まともな人は。これ以外言っちゃいけないんですよ。絶対にダメなんです2よ。番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね。占いと、まあ、霊能ね、決め打つ気持ちで頑張っていったらいいんじゃないですか。まあ、特に霊能脳死ローラーじゃなくて、やればいいんじゃないですか。はい。あと、おかしな動きはやめたらいいと思いますよ。求めてないんでね。212場面でもうグレーから行く占い師はもう芯切ります。論外。プレイヤーとしてもグレーのメンバーも真面目にやれ。212場面は占いが騎士。そこ以外投票した奴は釣られて当然だ。反省会で謝罪しろ。当たり前だろ、常識がない。人間で。君のためにゲームしてるんじゃない？他の人にとってどう思う？212場面でグレーから行くやつ、22場面でグレーから行くやつ、常識がないだろ。こんなやつをまともな村だと思うか？思わないよね。212場面、22場面、ちゃんと、二つの役のどちらかに行きなさい。以上。3番のプレイヤーは発言してください。はい、3番占い師、7番白を持っていて、そうですね、2番3、2、だからそれが、例えば、私が真と、私の対抗がいてね、真と分かってる人物であったり、じゃあ212で狩人さんがもう確実にこっちが偽物だろうって村が総意で分かってればグレー釣りも強いですよ。私の視点が詰まるから。だから真偽がついている場合っていうのはそれもできるから、2番さんは私の対抗が例えば出てきた、霊能が対抗出てきたら決め打つつもりでっておっしゃってたから、その場合はグレーでもいいんじゃないでしょうかってぐらいでしたね。私は人狼の次に色が見える人間なんです。7番さんの白が今見えてるが、明日はもう一つ白なり黒なりが分かるんです。4番のプレイヤーは発言してくださおい。はようございます。村人陣営です。お願いします。3番さんが7番に白を把握しています。2番さんから始まっていて、2番さんの、そう、なんていうのかな、進行論っていうのかな、7番さんの、あ、違う、2番さんの進行論っていうのは、そうだよねっていう感じだった。どう言ったらいいのかな。まあ、ごくごく当たり前の進行論だと思うし、それ、当たり前だけど、それで色がわかるかといったらまだわからない。で、2番さん、3番さんの対抗が出てくるかどうかも、これはわからないから、もう3番さんに対抗がもし出てきたときあ、は、僕のはね、ます、すいませんね、なんか時間とかね、なん以上かです。日常生5活ちょっ番と朝方に戻のそうプと思レイっヤーて、は夜方過ぎて発言さ、してください。3番の2番指摘はいいものだったと思っで、て夜とか、占い師霊能決め打つつもりでやるんだったらグレーに一縄はかけれるんじゃないっていうのは俺はすごく真っ当な意見に感じました。まあだからってグレーから行こうとは思わんけど、で、2番さんに思ったのは、ごめん、揚げ足取りになるんだけど、あくまでも定石ではあるんだけど、常識ではないかな。
そのゲームにおいて勝ちやすいこと、進行を取る行為を定石っていうんだけど、それってあくまでも勝ちやすいからやりたいっていうだけの話であって、あの常識ではないんだよ。常識だ。だからまあそれができない人間なんかマナー違反だ。どっちでも一緒だろうと思う人はいる。そんなやつを信徒見ないだろう。常識という言葉に最悪信取れてない方が信だったらどうする。次の日負けだろ。 PB 負けだろ。まあ占い師です。ランダム白は2番さん。2番さんの白結果を知っています。霊能に関してはどんなに遅くても2番の位置で必ず出てきてください。騎士に関してもグレー詰め場面は必ず出てきてください。定石とかでそういう話をしてるんじゃない。基本的に非常識な行動を取ってる人間を常識人と言わないだろう。クリアにしてくれた方が、定石とか常識とか国語の辞書をやってるんじゃない。なんか視点がクリアになった方が最後に決断するのってスムラだと思ってるので、スムラの視点を早くクリアにした方が勝てると思っています。対抗の3番に関しては、狼の次に色が見えますか。まあ現状どっちかわからんが、なんか私2番の白を知ってるんですけど、3番が2番にちょっと気使って話してる感じがあったから、どちらかといえば狼かなって今はなんとなく思ってる。なんとなくね。例えば狂人だった時になんかグレーから詰めてもいいですよって言いづらいと思ってるから。7番のプレイヤーは発言してください。3番さんと6番さんに関しては2周目のライン提示聞いた上で3、6審議かなっていうふうには思ってるけど、別に私は3番が2番に気を使ったふうには見えなかったし、そこで気を使ってるから3番が狼で出てる。まああんまり俺がぐだぐだ5番に文句言うとゲームぶっ壊れそうだから、まあ精査だけなんだな。ここは静かにしましょう。結構でかくゲームができそうなメンバーだから、ほっときましょう。決め打つつもりでやりたいから、2-2-1っていう形勢の時は占い師から行くべきだっていう話だけど、そういうの一角連のに任せればいいと思ってるし、だそういった部分では、なんでだろうって疑問符はあったんだよね。だそれがどっちっていうのもあるし、占いが神教だった時って関係ないと、結構騎士で狼出てる可能性ってあるし、釣り切った場合って分からんくなるから、なんか、2番さんはそういうエピソードがあったんですか、ぐらいですけど。8番のプレイヤーは発言してください。はい、霊能です。まあ、7番が6番にした指摘は良かったんじゃないかなと思ってるかな。3番が2番に気を使ってるんだったら別に今2番さんでちゃんとゲームできそうなメンバーだから妨害はしたらいいんだから、あんまりガミガミ言わない。自視点が、より詰まるから、はい、強い進行としたら決め打てる、明らかにここが偽だっていう偽、進行ができるのであればこういう進行もありますよっていうふうになんか提案してるように見えたから、6番のその3指摘、それから7番が痛いのに6番が4号に全く触れないっていうのは違和感かなと思いました。だから7番の6番指摘はいいなと思ったけど、7番の2番指摘はちょっとわからんかったわ。そんなこと言っとったかな。2番さんって多分常識的な一般的な進行のを言っとったんかなと思っとったから、まあ、そこだけよくわからんかったけど、はい、っていう感じです。まあ、7番比較的白いかなと思います。9番のプレイヤーは発言してください。あとやたら女性が多いからね。俺あんま7番さんが白くは感じなかったんですけど、やたら5人ぐらい女性多いし、周りカリカリしてもらったから、まあ白だね、俺カリだし。3番さんって7番以外のグレーのところをすればいいっていう進行でしょ、2番に対して打ってるのって。で3番さん目線で7番さんの強靭ってケアできてなくないと俺は思っちゃったんですよね。はい、だから俺その指摘は通ってないと思います、2番に対してのね。はい、3番さん目線で占い幅が狭まるんやったら7番さん処刑って可能性としてありえるんやから、片白から行くっていう進行は2番は提示してないからね、カングレとも言ってないから通ってないと思ってて、だから俺3番さんと7番さんの強靭ケアできてないなと思ってて、で結論2番さん言ってることが正しいのか正しくないのかは誰もが精査してないと思うんですけど、2番さんはグレーの精査したいんでしょ、だからグレー詰めはないんでしょって話だと思うから、なんか結論どこついたいかっていうのも。時止めはなんか気になるマスターらしいから気をつけないといけない、時止めに関しては。あと1回で9番になっちゃうから。1番のプレイヤーは、ここはルールで言ってたから発言してください。はい、私が真の占い師で7番さんランダム白、7番さんランダム白です。お願いします。
中央さんが、3番が2番に言ってることは通ってないっていうところまでは分かった。だから、9番さんの思考はそこまでは理解はしました、私は。ただ、じゃあそう言っている、じゃあ、3番さんを肯定している5番さんはどういうふうに見えたのか、9番さん視点からの、発言がなかったので、2周目確実に答えてください。9番さんいいですか。3番さんが2番さんに対して言ってることは通っていない、強靭ケア、3番手の7番に対しての強靭ケアができていないって言って、そこまでの9番に対しては分かるんだが、だとしたら肯定してる5番さんって9番さんの中で1周目に絶対的に触れておかなきゃいけない存在じゃないのかなっていうのは思ってますね。はい、ぶっちゃけ言うてさ、私3番が霊能やと思ったよね。なんか人狼の次に色が見える人物はとか、なんかそういう表現しなくないと思っちゃって。2番のプレイヤーは発言してください。はい、ということで、うん、じゃあ3番から取りましょう。うん、じゃあいいんじゃないですか。色見ましょう。3番の色、1番で3色なのかな、7色なのかな、そこによって変わるけど、うん、いいです。真の占い師は私の言った通りにできないやつは釣ります。はい、3釣り。はい、212番面で対抗の、対抗を釣るよりは、まず騎士ですね。ローが出る可能性があるんだから、騎士。騎士審議って分かりやすいでしょ。はい。真剣にその騎士審議に向き合ってる姿勢なんですよ。で、偽の人外を釣る気迫なんですよ。そこに投票できない奴だから真じゃないんですよ。何が、真決め打ちでグレーですか。絶対ゼロなんですよ。それはやってはいけないんですよ。最悪の事態も想定しなきゃいけないんですよ。真が取れてない騎士が、ね、を、がいた場合、ロラしなきゃいけない状況もあるんですよ。最悪の想定もできないやつは絶対偽。サンズリー以上。3番のプレイヤーは発言してください。従わないとする。2番さんもう全次回露出ですよ。この場合というのは、例えば6番1番で狼狼、新ロロを形成しようとした6番1番人狼かも、4がほぼ真だと思いますよ。8番さんの発言って全くおかしくなかったけど、だから4がほぼ死んだら別に3釣りでいいじゃん。3番の色見ないじゃん。4がほぼ死んでしょ。もう勝ちだよ、こんなもんで。人狼だった時ってのは6番が強靭になるんですよ、位置的に。わかりますか。もう全人外露出で4番が、あとは村が追うのは4番が人狼で、勝ちに行くために真を取りに来て最終に出てきた4番人狼像を村は追うと思うんですけど、あ、ペナルティはね、時止めって言って、なんか多分終了ボタン押さないとね、時が止まるじゃないですか。あれを2回やると釣りなんですよ。6番強靭という、うん、あ、どうかな。8番が、6番が人、強靭だった時っていうのは、8番がローで出てる可能性ってあるのよ。もしくは、俺が強靭と思った人狼ね。だから4進決め打ちしてくれるのはいいですよ。別に俺でも。はい。ほぼ4番が進行で勝てると思ってるから、3681に縄を使えるんだったら、この村が2番さんが言う私からっていうのもね、いいかなって思ってますけど、宮京いない限り579で隠しろっすね。宮京がいないと全人外なんで終わっちゃったっていう、4進でいけばいいじゃないっていうゲームですね。4番のあの最初の発言から8番に勝てると思って出てくるとは思えないですね、あまり。だから4進進行取れるんだったら飲んでもいいかなと思ってます。はい。4番のプレイヤーは発言してください。霊能と向き合いながらやるんだろ。で、偽から釣るんだよ。言う通りなんですよね。その占いが 3CO で、私がなんで出てくる必要があるんですか。私が1周目に出なかったっていうのは。全人外ですよ。まあ、3人目の発言もあるし、はい。まあ別にいいです。4進進行でいけばいいんじゃない。自分に。でも知らねえよ、この村。四進でいかないかもしれない。白を出したりすると、厄介だなと思って、だからもう2番さんのところで出ようと思って、チャットを準備して待っていました。で、2番さんは3番さんからって言ってたけども、だから、これ言ったでしょ ?22 の霊能とか212の騎士の対する向き合い方で、真の占いの価値は測れると。だから、そちらから行きなさいと。最悪のロラっていう状況も取れるように、新決め打ちグレーズリーは間違ってる。プレイヤーは発言してください。ごめんけど、俺8番が霊能で出てるって聞き漏らしてるんだけど、8霊能なの ?3 番がなんか言ってるけど。あ、霊能なんだ。ごめんごめん。めっちゃ聞き漏らしてた。
要は4番さんが真だったとしても、自身が真決め打ってもらってるんだったら3番釣れると思うよ。4番生き残らせてもらえる条件で、3番が真だと思うけど3番から釣りますねって言っときゃいいんだよ。4番が真だった時はね。うん、私生き残らせてくれるなら3番から釣りましょうでいいよ。7番さんは2番さんの発言をちょっと捏造したんだよ。221番面で占い師からなんて2番って一言も言ってないから。あくまでも定石を言ってる人間が221番面で占い師からなんて。あのさ、定石だけこだわってる国語辞典みたいな人。うん、多分この番面で7番の精査を入れる。もう5番が非常識な人なんですよ。おかしく今やるべきは5792の真偽ではないんですよ。5番に言うと。俺はね。7番の精査なんかいらないんですよ、この盤面。でしょ？占い釣り切りで、霊能の真偽で、もうはっきり言うと霊能の真偽なんですよ。でも言うわけがないし、常識を唱えてる人間が。で、それを訂正してあげないのも、8番が真だったら変だよね。うん。それで、訂正をしようとはしたが、7番がそれで白いっていうふうにはならんと思ってるから。ぐらいかな。あの9番さんと俺の視点って違って、2番は、あの、霊能と占い師に関して言うと、なんだっけ、1人ずつ決め打つ場合はグレー1本釣れるっていう話だから、そこの視点は違うんじゃないと思って。6番のプレイヤーは発言してください。お願いします。5番さん、8番さんってね、7番さんから2番への言及はちょっと違うかな。ちょっと。なんて言葉を使ったか分かんないけど、ちょっと違うけど、7番の6番指摘はいいものである。だから若干白く見えるって8番は言ってるんで、なんか8番は7番の2番指摘に対しては言及をちょっと見てた。とりあえず8、2で見てる人を守ろう。で、今日は3番から釣ってくださいね。いやでもね、私ね、1番がね、4シーンだって言ってる人を守る。それしか歌詞がない。かなって最初思ったんだけども、1番が教授の時にね、これね、3番、6番で、例えば7番が6番のこういうところに出てきて、で、8番が出てきて、霊能者として出てきて、7番の6番指摘は良かったってなって、1番が強人の時って7に白をかぶせると、じゃあね、村の中で6番さん7番を見れば白角になるじゃないですか。例えば7番の白だったらね。隠し白ができるじゃないですかって言って、6番をね、保護できる形っていうのもあると思うから、まあ、どっちとも言い切れないけど、なんか3番が、なんだろうな、4番が限りなく真って言って、でも真目を取ろうとした狼の可能性があるよね。だから4番だけを、4番を自分が死んでもいいから4番を残してほしいって言ってる時って、なんか3番4番にも見えるし、3番狂人4番狼にも見える。4番を残したいことだって、その理由がさ、なんだっけ、4番側の発言で俺出てこれるかどうかわからんから、だから4番なら出てこないって意味わかんない精査を落としてるんよ。まあ、3から釣ってくださいね。で、これは5番が言ってたが、4番は自分自身決め打ってもらえると思ってんなら3差し出してと思ってる。7番のプレイヤーは発言してください。5番はそれで3番を差し出せ。4番は3番が4番を真と見ているから真に見えるんだから差し出せねえだろ、普通に考えて。6釣りでいいよ。露出を出させるかいらねえよ。言いたいけど、まあいいよ。もう4真で言ったら。あんまそんな風に見えんかったけどなと思ってけ。違うなら、私5番さん捏造だって言われるけど、2番は確かに言ってるの。占い師と霊能を決め打つつもりでって冒頭からそこから入っていて、212だったら占いから行くって話をしてるから、それはどっちから行くっていうのの状況の判断もあるから、そしたら一角霊能に任せてくれ、スケール話せばって思ったから、そこに関して言ったし、6から3が2番に対して気を使ってるって発言したけど、あんまり気を使ってるって、あのさ、もう57って大丈夫なの本当に。6番って2番白でしょ。君たちの真偽なんかいらねえんだよ。5番と7番が間違ってるか合ってるかなんかどうでもいいんだよ。あんたら白だから。1番が7、3、7、狼見えて1、4、8、どっちが真かなんだよ。大事なのはその真偽をしなさい。いやもうずっとずっと固執して殺したがってるのが変に感じるから、まあ、別に6番が死んでってやった時に7番が白いっていう、真面目にやってくれよ。もう5番と4、5番と7番の意地の張り合いじゃねえんだこのゲームは。4か8の真偽なんだよ、もう極論このゲーム。
まあ、4番強靭が全人外を露出させる盤面下を作るとは思えないので、4番は真を取りに来た狼かなと思ってますけど、どこがスライドするって思ったんかもしれんし、とは思ったけど、まあ、5番に言っとくけど、6番が言うように、7番の認識って今一つ私は分からんかったよ。221とか22、いやもう基本2番、私言ったと思うよ、5番にね。まあ、5番もええけどね。2番ってほぼほぼ常識的な進行論を唱えよってる人物だったと思うから7番指摘がよくわからんかったよ。7番が2番こう言っとったって言うけど、私はまあ2番って普通の進行論用意したらなと思ったから、そんな細かく進行論の中身まで聞いてないっけ。多分221陣形だったらこうだ、22陣形だったらこうだって、もう普通の一般的なことを言ってる人やろなと思ったから、7番がいやこうこうこうだよって言ったのは、そこはちょっとよくわからんなって言ってるからね。まあ、5番さんはしっかり話聞いてほしいかなと思いました。その場合、まあ、基本的に1、3、6の色を見れば、もう、いいし、基本的に4名はあるわけだから、私さえ生き残れば全然問題ないと思ってます。はい。もうどっから行っても色を見れば、わかるなと思ってるので、まあ、現状1番が9番に対した指摘っていうのは、まあ、まあ、若干、理解ができる、まあ、9番が5番をどう思ったのかっていうのは発言してっていうのは、まあ、1番目線では分かるかなと思ったのと、まあ、3番が4番を新進行で行くなら自分でもいいって言った場合って、6番が言ったように3、4、6、6っていうのは全然否定はできないと思ってるような場合に言っとくけど、はい、って思います。9番のプレイヤーは発言してください。はい、多分俺は4番の新進行から多分逃さないと思います。4番を多分新進行で置くと思います。今の8番の話を聞いて、はい、もうそれぐらい8番さんが偽やと思っていて、今日詰め位置は6番でいいと思っている。1番に関しては会話も止めたいんですけど、まあすね、9番が3番の議論が正しくない。9番守る価値がありますね。5番、7番、うん、噛まれてください。9番という人物は8番の話を聞いた時に、5792の新話なんかどうでもいいんですよ。9番はゲームしてるんですよ。5番、7番って隠しろの話なんかいらないんですよ。議論訂正しただけだと思っているから、そこで留めてくれて、9番だけ守る価値が留めてくれていってほしいなと思っているんですけど、1番さんが今日に限ってどういう進行を取るのかは知りません、俺は。はい、知らないと思ってるが、今日6番の偽進行と思っていて、6番釣りがいいと思っていて、8番に関してはほぼ新切れると思ったのが今日の発言。はい。ぐらい。8番さんは4番さんのことを、まあ、100% 教授はないので、ほとんどね。もかみだと置いたときに、最終場面から4番と8番との一騎打ちになると思ってるから、8番さんが1、3、6の色味や云々観音では精査できないですよ。はい。8番さんの目線に4番、狼でしょ。1、3、6が別に狼だろうが教授になれば何でもいいので、色味が大事とか言ってる場合じゃないと思っていたら、あなたは4番の、全人外露出盤面から出てきた4番さんに対して守る価値があるのは9番。それができてないのか、あえて4番に投票する。あ、じゃあ6番投票か。6番でいいよ。はい、多分8番に偽進行でいいと思います。それは6番から詰めたいと思ってます。それでいいですよ。9番の望みをやってください。3番さんはだから5番、7番ってやばいと思うわ。4番の話を聞いて議論を聞いた段階から4番がどうして3番を釣り寄さないんですかっていう5番とかやばいなという。自分の進路見てくれる人を残したいに決まってんだろ。1番4番からすれば正しい精査をしてるのは3番なの。だから3番残したいんだよ。黒落とすなら、黒落とすなら3。強靭やなと思うんやったら6。あのね、3番、私の色当て位置は4でしかない。4でしかない。3番も6番も、この2人ね、まあ、芯がないこと気づいた方がいいよ。気づいた方がいい。あの6番って3番に対してこれ対抗ね、3番に対して4番さんなんか審議差つかないじゃないですかって言ってんのね。あの審議差6は行きましょうか。じゃなくて自身が占い師であるんだったら、まず色味ができる信頼で落としましょうか。自分が色味ができるんだったらまず4番が8番に色当てりゃわかるんだよ。知らないけど、9番の思考ロックも正しいかどうか知らないよ。7号よりは多分2人はあるわ。7号がやべえのは偽要素で、3番に関しては4番の色味を隠しろの時間がもったいねえわ。4番に対してこの人は芯だから芯決め打っていいと思うからって、4と8の芯につけろよって、まず言えない状態だと思ってるのね。じゃないと守り位置こっち困るんだよね。3番はその方が偽。ただ3オオカミ軸で感じた時は3番4番なのか3番8なのか私は分からないから4番に色当てをする、それだけです。あの3番6番好きな方にいいと思います。私狼落とすんやったら3番の方がいいかなと思ってるので、は
ない、3番投票しますが、多分6番強靭やと思う。と思います。そんぐらいですかね、言うことは。はっきり言っときますね。で、カリウルは、絶対的に潜伏ね。で、グレー守りなさい。はい、よろしく。投票を始めてください。6でいいんじゃない？5番の話なんて最悪だろ。4番視点3番釣る方が変だろ。自分を信徒見てくれる人を釣れる占い師ってやべえだろ。6でいいよ、9の言う通り。9を守っていきます。3番のプレイヤーが選ばれました。うん、まあ、7番は守る価値だ。守れない。守れてください。発言してください。やばい、48に入れられとるわ。だから3番も柱みたいなことしなきゃいいんだよ。あ、9番さん、あのね、4も芯を取るためには3つ3につるしかないじゃん。出方じゃないよ。8番の1周目の精査を聞いて、もちろんね、4番さんっていうのは2番3番しか話してない状況だったけど、ほぼなんだろうな、楽しんでやりましょう。精査なしの、まあ、正直言うと俺つでもいいかなぐらいに思ってた人物なんですね。その人物が8番さんという、俺は8番さんが全然真に見えていたから、なんだろう、それに勝てると思って出た4番人狼世界っていうのを追うんだよ、村って。まあいいや、もう俺の色は落とせんし、あの任せます。7番に任せる。で、あと守り合っていただき、7番に任せるわけねえだろうよ。9守りね。9守りで、はい、ね、8番が9番噛むと思うんで、9守り。2グチョブ来たらいいですね。まあ、8番にとって超邪魔だから、9番が。あ、だから9守り一択です。あ、これ4番が死んで始まろうという推測だったら9番守りしかないんで。白が確定するのか、蒸らして。5番、7番なんか守る価値がないくらいの勢いで。もしくは、明確に芯につけてほしいんですよ。だって、6と1と4、8が俺に入れてるから、芯確定か、ほぼ。まあまあ。あとは任せます。じゃあ、引き切った後に4番、8番の精査で行ったらいいと思います。3、2、5、6。2、5、6。3番で言ってるのはヘリクスなんだよ。2、1、2番面でグレーから行く。新決め打ち、グレー釣りは絶対にしてはいけないと俺が言ってんだよ。入れられちゃった。最悪、ロラをしなきゃいけないんだよ。まあ、しょうがないね、それは。芯を取ってる方が偽かもしれないんだよ。だから、ね、不測の事態に備えて、最悪の事態を想定し、絶対に騎士とか霊能の方に行くんだ。22は霊能、212は騎士から行くんだ。最悪ロラができる体制を取る。これが正しいプレイヤー。芯決め打ちだ、グレーだ、それ破天荒な攻めなんだと。芯で決め打ってるやつは偽かもしれないから、最悪ロラできる体制を取る。だから騎士か霊能から行く。そういう体制を取った方がいい。うん。基本の形を守る。プレイから行く、そんなギャンブル進行なんか誰も求めてない。そもそもゲームプレイヤーで。まあ、好きなようにやれば。うん、正しくやる。あと、柱みたいなことしなきゃいいんだ。俺を生かしてくれでいいじゃん。俺は生かして占いたい。4番占、4、8を占いたい。これでいいじゃん。まあ、スーパーミスリードマンなら9番噛まれないってことだから。スーパーミスリードしてたら9番噛まれないってことなんだから。合ってんなら噛まれるってことなんでしょ？それでいいじゃん。違うの？合ってんなら噛まれるんでしょ？朝が来ました。だから、そう、紙位置で見ればいいじゃん。昨夜は誰も死にませんでした。うん、まあ、恥がろうですね。7番。のプレイヤーは発言してください。単身進行でいきます。ほうほうほう、4黒で3は白ってことは、単身進行6目線も14か4だけど、占い師は釣り切るでいいと思うんだ。8番のプレイヤーは発言してください。まあ、9番さんに言っとくんだけど、9番っていうのは、8番が、占い師の色なんか見たって仕方がないって言ったけど、私4番黒だと思ったんや、あの出方でね。それはもう説明しました。で、そしたら、もう占い師って 3CO 出てるわけだから、釣り切るわけでしょ。そしたら占い師の色は見れるから、4番の相方って、おのずとそれはわかるからって話をしただけやけど、何がおかしかったですかね。
9番が8番の発言がうんぬんって言ったけど、じゃあ9番、4番から何か新要素を拾いましたか？それだけ言っておくね。なんか布団に殴られたなと思ってるから。はい。で、3番白やったので、3が真なのか狂人なのか、まあ、3番の発言聞くと、どうしても4番真進行に住んだったら、自分は釣られてもいいよなっていうのが、私からしてみたら、3番狼が4番かばってるように見えたんよ。3番が真っ白だから真の可能性もあるんやけど、あの3番って4番の出方だけで発言してるやろ。4番が発言が弱いのに出てきたから新芽を取れる、取れないのに出てきたから4番が死んだって言うけれども、4番自身がグレーに残っとったって4番釣られる未来があるんやったら、4番で出方で芯を取るために、一つやってみるっていうことはあり得るから、3番はすごい浅い考察をしてるなと思ったよ。そこは9番と同意、84の発言を聞いて精査するべきだと思ったから、3番はやりました。はい。まあ、1も6も目線は4が狼なわけだから、ラスト狼なわけだから、4番はいける目線があるよね。まあ、もちろん、あの村の進行としては釣り切りなんだろうなと思いますが、私としては4番言ってくれたらいいなと思ってますけれど。9番のプレイヤーは発言してください。俺が言ってんのは、8番目線4番ってほぼ狼確定なんですよね。考察でも松本がそれを言っているから、じゃあ月面に 1、3、6の色味したとって4番とのつながりあるかないかの成果は8番の芯には直結しないよって話をしてるわけ。はい。1番の発言を聞いていて、なんで3番に行ってるのかが俺の中では謎でしたね。はい。3番でやってる考察って自分釣られてもいいみたいな議論をしている占い師なんか芯なんか取れないんですよね。はい。だから3番でやってる行動って狂人っぽいから、1番の中で3番狼になってるのが結論早すぎないかと思ってる。6番っていう人物は1番と3番の対抗点からすると6番の殴りじゃ3番でしかなかったから、6番狼3番狂人の世界戦かってあるのに、1番の中で6番狂人3番狼っていうスケールは実践では理解ができないですね。はい。1番の狼ってできるわ。はい。1番のプレイヤーは発言してください。まあ、このあと6番さんに関しては1番と4番の狼が確定してるっていうところなんで、ぜひともなぜ1番狼が4番狼を囲わなくちゃいけなかったのかを説明していただきたいですね。あの、私の世界線から発言しますが、私はまず昨日の段階下において3番狼6番狂人で追っていた、その発言自体についてのロジックっていうのも全て説明したつもりです。はい。あの、6番が4番に対して、あの、3番、4番で4番の審議者なんかわからんくないと思ってるところと、あと3番が4番に対してあれだけの要素で進行した方がいいよって言ってる様、3番が何か見えてないとそれはできないから3番の方が色が見えている人物。で、1周目においても人狼の次に僕は色が見える人物だからって言ってるからこそ、多分3番が人狼なんじゃないかなと私は思って、それを言ってるから3番自身が狼なんじゃないかなと思って3番に投票していたが、霊能結果が白白なので3番が狂人確定しました。はい。で、6番が4番に対して黒打ってる。多分ね、6番は多分あの新芽取れてないから8番とつなげに行きたかったんやろうね。新芽取れてない8番とつなげに行きたくってあえて4番さんに黒出してるんじゃないかなと思ってますね。裏考察入ってほしいんでしょ、6番さん。はい。でも無理だよ、私がいる以上は。黒が声は弱いって。はい。まあ、3、4、6のハッピーセットなんで、はい、それだけ覚えておいていただければ。まあ、8番、4番に関しての精査っていうのは最終的に村が落とせばいいだけなんで、はい、岸さん。モーモングチョコ起こそうね。はい、よろしく。今日は6行ってください。2番のプレイヤーは発言してください。はい。うん。そうですね。うん。4進進行でいきましょう。9番監督の言う通りでいきましょう。5番、7番。7番なんか残されるでしょうね。5番も。うん。隠し色の精査なんかしてる。異次元な人と。真っ当な精査。4と8の審議を必死でやった人間が、4番審だと今日は言った。だからもうその進行でいく。1、6、8、釣り切り、4進進行。それでも変えるんだったら5番、7番。うん。生かされるでしょう、8番の牢に。うん。進牢をまず潰しましょう。1、6釣って。四進進行。はい。それでいいと思います。579でゲームに向き合ったのは9番。5と7の精査入れてる5番、7番って何考えてんだろうなと思いながら聞いてました。4、8の進につけた。3進、4進。さあ、試合しましょう。1、6。はい。投票だったら、まあ、9番に合わせよう。はい。
あ、時止め、2回目、やってた。1回目、やってた。4番のプレイヤーは発言してください。私は3番さんのことを真かもしれないと思って投票しています。私の新進行で自分が釣られてもいいって言える人なんだなと思ったので、だったら真かもしくは強人かなと。ただ、16の偽っていうのが私からしたらはっきり分かったので、3番さんが真、168。これで人外終わりです。で、ハッピーセットにしたいんだったら345にならないとおかしいんで、346っていうのはちょっと変だなと思いました。1番さんでも6番さんでもどっちでもいいと思ってる。だって偽だからね。やばいね。345って言ったよ、この人。ただ、頭痛いね。2番目まあでも1番って真の可能性はあるかもしれんけど、なんでロー出てくるの ?18 とかじゃなくて。3番もちゃんとやってよ。もうなんで346のハッピーセットで間違いないのに3。もう。なんで9番噛んでんの ?4 番がローで。あなんだけど。あ、騎士だと思ったの?やばいと思うよ。もうセンスゼロだと思うよ。14か64は。まあ、時止め気をつけよう。俺もだけどやらかしたんだよ。エビちゃんペナルティ1ね。俺もだよ。2番さんに言っとくと、1番の精査をする上で9番の話って必須なんですよ。昨日は時間足りなくて言えなかったんだけど、9番と俺が3番に向けた視点って正直ちょっとずれてるんだよね。だからそれで9番の精査が5番に向かなきゃいけないっていうのが違うっていう話を一番したかったんだけど、ちゃんとやってんの。だから1番はあんまり進路追ってないっていう話をしたかったんだけど、でまあそこまで言えなかったから、俺もペナルティだから気をつけないと、もうやべえわ。この配分がどうもうまくなく時止め気をつけないといけない。ペナルティ7番の話に関して言うと、昨日の話を聞いた時点でやっと7番が汲み取る能力がちょっと低い人物なんだなっていうのが分かるんですよね。低いに決まってんじゃん。占い釣り切ればいいじゃん。これだぜ、もう。の段階で4と8、どっちが真だと思ってんの？どこが占い真だと思ってんのよ。これ言わない人がいいんだから、7残されるんだろ、100%。7番は白いよねっていう発言をしてるのが、どうしても違和感ある。でしょ？だって7番が捏造してると感じるじゃない、どう考えたって。違うの、捏造じゃない。組と、本人が聞き間違えたか、それとも2番が本当に言ってるかどうかは知らんが、話の流れを組み立った時に2番って確実に2、1番目の時に霊能から行きましょうっていう話をする人物なのね。うん。2、1、2番目の時は、まあ、騎士から行きましょうっていう人物です。ね。それが分かった上で、やっと7番が汲み取る能力が低い、もしくは2番の言葉をそのまま受け止めた人物っていう。汲み取る能力って精査してねえだろ、7番。それで釣り切ればいいじゃん。絶対ミスリーするわ、この人も。3番は絶対芯がない。1か6に芯がいて、4釣りまーす。絶対なりそう。休暇なんだからもう。のプレイヤーは発言してください。なんで6番から行かないのって、多分6番の2周目を聞いて、5番さんはちょっとなんかね、勘違いしてると思うんだけど、8番言ってたんよ。で、それの訂正をしたんじゃん、6番って。で、3番、4番もあるかもね、まあ理由をつけてね。3番が4番最後、真決め打ってくれんなら死んでもいい。自分は死んでもいいって言ったわけじゃん、3番って。こうだったら3番、4番で、3番が死のうが4番が決め打たれれば勝ちやから。3番4番だった時にね。だから3番4番にも見えますよね。それから3番強人で、4番を、まあ、なんか助けに来た、残してくれれば勝てますって言ってる構図にも見えるよねっていう発言を残したんよ、私は。3番4番にも見えるよねって。だから8番は6番が言ってることそこ分かるなって言ったから視点更新をして3番に投票したんじゃないですか。ただそれだけだと思いますけど。でね、ちょっと待ってね。あと7番に言われたことがよくわかんないって言われたんだけど、5番さんはね、4番に対して自分の芯を決め打ってくれんなら3番さんを出してもいいんだよ、決め打ってほしいなら3番を出してもいいんじゃないって言ったから、私はあの発言を残したのね。そこを分かってほしいと思っていて、対抗の1番から言われた1番4番の様子を出してくださいよって言われてるんだけど、1番さんも4番6番の様子を出してないのね。例えば4番6番だった時って、3番がほぼ4番が真でしょって言ってる時、3番から殺しますって言う必要ないから。わかる？
占い引き切られて、3番が4番を残す進行を取ろうとしてるから1番から殺せばいいだけなんで、まあ、分かってほしいと思ってるよ。1番に行ってほしいですね。以上。投票を始めてください。あ、票を合わせてまだ6吸って、とりあえずどうすんだろう。もう休暇見くんでしょ。休暇見来て一応次残ったら5番を噛めるように。いやー、7番が突然4進って言い出すかもしんねえからな。どこも守りたかねえんだけど、9番以外の騎士狙ってくると思う。この盤面で肉チョブされたら終わるで。リスキーだから多分ほぼ9番噛むでしょ。ね、4番1番なんよ。これ4番1番3強ね。私の出身のセーフが間違えてて、3番を狼に見てしまったのを間違えたのかもしれないけど、ね、4番が真だと思って3番真の可能性ある、真かもしれないなと思って4番釣りに行く構図っておかしいと思わない？普通に。だって4番の発言の後に1番は占いますっていう発言を残し、6番はほぼほぼ4番3番を見てたんよ。だったら6番投票からなんじゃないの？4番が新視点だったら、4番新視点だったらね。だって9番がなんとなく6番偽進行って言ってて、なんで6番投票しないの？真だと思う、真かもしれないって結構思いながら3番投票する必要あるん。だから6番のことを強人だと思っちゃったんじゃないの？4番って一番四番でって感じやけど、以上。守り捨て、守りを捨てるわ。目を閉じてください。あ、理由？噛まれたら噛まれたでいいよ。また9番守ればいいだけだ。どうせ9番だよ。5と7の話聞いて噛まねえだろ、リスク背負って。7番なんて占い釣り切ればいい。4端どっちかは占いの真にも何にもつけねえやつと、5番みたいにわけわかんねえことずーっと言ってる自己満のやつと、こんなやつ残すわ。9番みたいに明確に4と8占い真にやってるやつを噛むわ。うん、明確に9番噛むわ。9噛みで4番が9番噛んでんだったら相当やばいと思うよ、もう相当。あ、俺の基準からすればもう4が真でしょ。3真4真、俺は明言したよ。9番の責任になすりつけながら、石の話からすると、まあ俺噛まれたら噛まれたで9番が残ってんだから、9番が頑張ってくれ。1吸って、ああ、18ローローってどこでしょうかね。朝が来ました。 あ疲れたね。3番進化よ、肌脱いで。昨夜死んだのは9番。1番のプレイヤーは発言してください。発言してください。となると、ちょっと待ってよ、ちょっと今画面見えてない、ちょっと待ってね。はい、8番7と8番白でした。ね、4番視点の中で6番が白ってことは、もちろん4番さんの中では3番か6番かに芯がいて、あ、3番が芯か、はい、4番さん思考の中ではね、3番が芯か。あー、で、18で終わせたいわけね。で、4番さん視点の中でね、で18の癒着性をじゃあ見出していただければいいんじゃないかなと思いますか。はい、まあね、やっぱぶっちゃけなんだろうな、4番が芯だなって言われてる状況下の中に、そんな4番が芯だねなんて私なんか言えるはずもなくね、絶対的に色見なきゃいけないから、それって対抗である6番とかも言ってたけど、懸念すべきところではあるから。ただ対抗の6番と私が明らかに違うのって、占いの能力を持ってるか持ってないかで、6番っていうのは3番に対して3番が4番の新進行しましょうよって言った段階下で、いやそんなの分からんくない、4番さんに関してはそんな否定ができないよねって言ってるけれども、私はちゃんとそこ訂正したつもりで、6番に対して6番の偽要素っていうのはあなたが占い能力持ってないことを自分の発言で言ってるところだよって言ってるから、はい、なんかこの村は結構4番シーンなんじゃないかみたいな感じで見てる人がすごく多いんだけど、それだと負けちゃう、それは結構負けちゃうから、盤面的に考えてって言ったとしても8のシーンまで見なきゃダメよ。一体フラットに考えなきゃダメ。8、4はね。2番のプレイヤーは発言してください。まあ早めに、はい、9番が4進と言ってるので、
1吸って恥すりましょう。1味ロー7番5番がどうして生きてるんですか。そりゃ生きるでしょ。占い釣り切ればいいじゃんって言ってる人とか、7と9となんか2のなんか審議をしてる不思議な人と、5番7番が役立たずだから1味のローに舐められてんだよ。黙って1つで8つって終わらせろ。9番噛まれてんだからそれが9番監督の指示に従え、今日は。9番が最高だからだよ。9番がいないのは。うん。だからもういいんだよ、4進進行。9番噛まれてんだから。4、6が9番噛むんだったら、うん。やばすぎて逆に勝たせてあげるよ。あ、1つって恥。4番のプレイヤーは発言してください。はい、1、8、ローローです。3番さんが白、6番さんが白。私が昨日6番さんに言ったのは、始終声が震えていたから。だから、もうこれ絶対どうしようって、挙動ってるんだなって思って、まさか自分のご主人が1番さんっていうのが分からなかったんだろうね。ただ、自分目線では、6番さんがね、3番さんが、3番も1番も偽だって言い切らないといけないから。で、今日は1行って、次の日に8行って終わりです。じゃあ、6番さんは1音ローローっていうわけで、1番さんは64でもね、6番さん白だったんだよ。私は死んだ人の色が見えるので、1、8ローローで終わりです。5番のプレイヤーは発言してください。4番が本当に考察する気がねえなと思っているから、ワンチャン4番くるも追っちゃおうかなって思っちゃったけど、まあいいや。8投票ね、2番さん。?1 番投票 ?8 投票どっち、うん、?1 番か、うん。じゃあ1番でいいよ。まあ、48の精査、もう一回しようかなと思いますけど。6黒、4が6白、6、8郎の方が濃いと思うんだよなって思ったんだけどな。まあいいや。1、8か4、6だっつのも。あ、3番が新世界だから、3番が、でも多分4番が、3番が新世界だったら4番が新になるから、つまり18か18か4614です。感覚です。8番のプレイヤー、いやー本当にひどい、こいつ絶対噛まれねえもん。今みたいに頭の凝り固まった人がいるから、村って負けるんよ。2番ってもう出方だけですよ。じゃあ2番自身は4番からなんか10番が噛まれてることを解明できないんだよ、もうこれ4番噛むっていうのが4番だから。9番が言っている8番の指摘が正しかった。9番が8番に指摘したのって、8番が何で4番が9かんねんのってことはないです。5番とか7番とか邪魔でしかねえだろ。私は4、8で戦わないといけないわけ。その場合って、盤面1、3、6の色を見ることによって、4番は7番はなんか話してくれよ。4か8、どっちかが陣内かって。こんな人は残されて負けるんだって、ここまで言っても。ごまもりしか入れらんねえだろ、7番が何も明言しなかったら。9番の何の指摘が。黙って4番死んでおくって言えば守れんのによ。2番って何？本当に。4番の出方だけですか？はい。2番にはそれを問いたいと思ってますよ。負けたら9番が悪いし、なんで9番噛んでんのって話から始まるけど。6番が黒だったので、だってこの村、まあ、4、6ローローほぼそうだと思ってるんやけど、なんで4番で9番噛むの俺。多分1周目に7番が6番に指摘してた通りで、6番で多分4番に石視点5番か7番だよ。精査をしてなかったよね。7番あたりが4番死んだとこにいねえよ、まず。守れねえだろうよ。4番噛まれてるとは、その発言と同じことしろよ、まず。俺しか噛まれねえだろ、まずよ。3番ってそれに2番に突っ込んでるにかかわらず、それも保留にしていた人物だから、6番が4番について精査しなかった。まあ、5番ってそれに関してちゃんと発言をしとったから、だから6番が、4番についてのこれ予想を拾う。まあ、自分の相方だから拾えんかったんかなっていう感じかなと思って。1464ってどういうことよ ?1464 って。かなり8番って無理があるよ。1464ってどういうことよ ?1464 で休暇見てどういうことよ
悪いけど、ロジック的に8番釣って負けても俺もしょうがねえと思ってるよ。これ、146で何、どういう攻めしてんのこれ。1番。老老囲いしてんのこれ。選ばれました。1464ってどういうことよ、8番さん。申し訳ねえけど。14と64で老老囲いしてんので、9番噛んでんの歯なんだけど。プレイヤーは発言してください。別に1番入れなくてよかったよ。8番視点で1番芯が分かっていて、4番黒ってもう言えてるんだから。あのさ、あの言っとくわ、8番と5番に。あの2番に対して私結構フラストレーション溜まってんのね。あの2番に言っとくわ。2番、言葉ちょっともうちょっとマイルドにしなかったら明日殺されろ。言っとく。あの明日殺されてくれ、あなたは。そのぐらいちょっとフラストレーション溜まってる、初日から。でも我慢して。4番があれだったらさ、無能がみたいな発言自体は置いとけん、ごめんけど、はい、直してね。2番さん、2番さんの言葉が直らなかったら2番殺していいわ、はい、それだけ5番と8番に言っときますね。はーい、そんぐらいですね。はい、4番しつってジジです。1番がさ、俺の立場にだったら5番7番にまず文句マジで言いたいだろこいつらに。7番なんか何の精査もしねえし、5番なんかもう、4番もさ、345って追わなきゃいけないよって言って、346だろっていう。まあ多分4番死んだんでしょこれ。なんで3番も自然飲んでんだマジでよ。向き合い方なんだよ、霊能だから言っただろ。22でも212でもその自分以外の役との向き合い方で真偽はつくんだよ、その役が。だからちゃんとやれっつってんの。俺噛めばいいじゃん。で、5番、7番に任せりゃいいじゃん。俺噛んでやったら俺の暴言もねえが、俺はとりあえずもう8番行きますしか言わないから、もう。5、7が決めればいいし。フラストレーション溜まってるっていうか、俺が溜まってるよ。だって7番の発言どういう日だで。占い釣り切ればいいです。2日にわたってそれしか言わねえし、5番もふわふわついてるし、9番噛まれてんのに何にもこいつら真偽つけねえんだから。9番噛まれてんだから、もう18ローローでしかねえだろ。1464でどう見えんだよ。昨夜やべ。1464でどうして9噛みなんだよ。なんでローロー囲いしてんだよ。笑うわ。もう。4番のプレイヤーは発言してください。はい、発言します。2番さん噛まれちゃったな。はぁ。まあこれは5番さん7番さんにも問いたいんですけども、私がこの発言、私も考察ができないって5番さんにも言われてるんだけども、私がここでどう言ったらいいんかな。これね、18ローなんだけども、8番さん霊能で出ん方が良かったと思う。霊能で出んかったらワンちゃん8番さんまで縄がかからなくて勝てたと思うよ、人狼が。だから18で出てしまったのが敗因だと思ってるよ。だってあったな、いけちゃう。あのね、3番さんの発言って真か強でしかないんだよ、発言聞いても。で、5番さん言ったよね、自分が死んでもいいから4番さんを真を消してくれるんだったらいいよって。で、5番さんはその私にアドバイスしてくれたのが、4番さん、そういう時は3番さんに投票していいんだよ。だから私は3番さん投票してるよ。で、16から黒を出されて、私がどうやって生き延びる？わかるかな？もう私目線ではさ、黒を出してくれたからこそ、はい、これでもね、間違い。全人間やって紙1見たら余裕でわかるっていう。盤面シーンは1なんだけどさ。いやもう、この日に私が釣られたらもう負けちゃう。4番さんも発言弱いけど、ね、多分真なんでしょ。1464でなんで老老囲いしてんだよ、まず。ちょっと待って、8釣って絶対に終わるから。5番。のプレイヤーこれで9 これで間違える人いいんだよ。行くんだけど、はっきり言うと、まあ6番4番の黒囲いって追うんだよね、8番ってね。初日に3投票した理由もう一回教えてほしいんだけど、だって8番って3番が死んでもいいって言ってる人物、4番を死んで置いてくれた場合に
じゃあ3番が黒結果落ちた場合って3、4ロー見えますかって素直に思ったし、4番黒軸の時に3番が自分が走らして4番新進行でお願いしますって言って、8番視点で4番の相方って1か6にならんって思うから、俺はね、うん、だった場合にね、6番の言ってることが変ですよって7番が指摘してそれが正しいと思って6番に6番に視点が向かんのも変だし、2周目6番が良かったって言っても、あのね、1番がね、俺を釣ってくださいって真の占いで言わねえだろ、俺釣られたら負けだろ、 PP なんだろ、4釣ってくるだろまあ1がローなんでしょ、もうせずに3番に投票してるあたりが俺は違和感感じてるの。だから明確な理由が欲しいのと、あとごめんけど6番が狼、4番狼で1番が真かもしれない状況の中で6が4に黒打つ行為、ライン切り、1番真4黒、6がだから4番を黒に見せないために6が4を黒囲いしたってことでいいですか、8番視点だったら。一応は聞いときます。7番のプレイヤーは発言してください。5番さん8番さん釣るでいいんだよね。ほんとね、あんま3番4番見えなくて、6番がずっと3で黒が落ちるって言い続けるのもずっと変だなって思ってたから、まあ投票おかしいっていうか発言もあれなんだけど、4番さんって3番が死んだと思ってで3番投票するのも変だとは思うけどでも多分48が3投票してるから、まあ、3番は黒は落ちないんだろうなって投票コード見たらあれだけどってなった時って8番って6の芯ほぼなかったから、あ、それで見てるのか、 OK。 いや本当に1が死んで2番を釣ってって言葉が出たらやばいと思うけどね。いや5番さんもう一回言うよ、私言ったよ、あの3番黒結果落ちても、3番って4番新進行にしてくれって言って、9番も、8番が、偽だみたいなことを言ってるわけよ。出方でいくとね、私が村におっても出方で言ったら前路を作った4番がのこのこ陣が出てくると思えんから4番死んだんじゃないかな、出方で見ると4番死んじゃないかなっていう感情はわかるんよ。感情はわかるけど、4番が3、4ローローだった時、3番ってあの、黒角にはならんから、5番に言っとくけど、4番が3番白結果出したら村ってどういう判断になる、3番黒が4番をかばっとったんじゃなっていう発言になる、4番が死んだから3番白だったんだなって発言にならない。俺さ、なんで1番が出てたの、ね、だから全然3、4ローローってあるから、私の目線から例の3番程度は明確に4番新進進行って全員ぐらい作られる可能性もあったのに、3番の色を見たいのスライドだと思った、私の感情じゃないですか。5番に、ね、とも4、6で本当に本気でローロー加工して9巻でんの、だから6番の無理だろ、多分4と6番うまかったね、これ全人外作ってロロ囲いして、10番噛んでんの。で、裏から6番で偽なんじゃないかって言われていたときに、6番の偽が4番に黒を出してるから4番白じゃないかっていう考察ってたどり着くでしょ。ロロ囲いして。だから6番が圧倒的サポーターの9番噛んでて勝つんだったら、急に噛んで勝つなら、まあ見事でいいんじゃないもうこれ。でもあえて6番が偽を見てるから4番黒結果出すことによって、あ、やっぱり6番の偽が4番黒出してるから4番死んだんじゃないかなっていうことも言えるから、初日6番積んだ1番が悪いと思うよ、すればよかったのに。普通6だよね。3って強靭に見えるから6釣りするよね。1が白やったから4、6ロールをした。3って強靭で見えるのに、3番っていうのは4番の芯を追ってるから潰したかった芯に見えた1番のローにしか俺見えないし、もうしょうがないと思うよ。今日6釣りだったと思うよ。100% 6釣りだったと思うよ、これ。今日は。まあ、しょうがないんじゃない ?8 番が死んだったらもう。9番が悪いんだからもう8番が死ん。のプレイヤーが8が死んなら9番が悪いけど、やっぱりそうなるよね。だって無理があるもん。ゲーム終了。村人の勝ちです。ああ、疲れだ。ごめんな